それがし、戦国ネットスキラジのマスコット武将、スキラジローでござる。連日の暑さで夏バテしそうでござるが、今宵は心なしか涼しいでござるな。スキラジロー。ん？あ、兄上。スキラジもこたびで60回か。思えば長き旅路であった。2009年7月に産声を上げた番組でござるからな。9年も経つか。スキモノ戦国ラジオからトータルすると120回を超えているでござる。トーチカ殿もコタマン殿も変わらず健在、ミーポン殿など今や立派な歴史タレントでござるよ。あのミーポン殿がの。スキラジでは今後もいろいろな歴史テーマを取り上げていく予定でござるよ。兄上、第60回のテーマは夏らしく不思議の戦国時代でござる。ほう、涼しげなテーマじゃ。これからも頼んだぞ、スキラジロー。はっ、それがし、兄上の分まで立派にマスコット武将を務め上げる所存でござる。頼もしいぞ、弟よ。はっ、兄上、そうか、会いに来てくだされたのか。兄上、こたびは共に参ろうぞ。戦国ネットスキラジの始まりじゃ。おー、トーチカ光一プレゼンツ戦国ネットスキラジ。こんにちは、こんばんは。戦国ネットスキラジパーソナリティ、歴史好きボーイ、声優のレボ、トーチカ光一です。こんにちは、こんばんは。夏の8月とかけまして、ミツバチと解きまする。その心は。蜂なはい、合言葉はレッツエンジョイ。歴史好きがあるレガのミポンです。なんか寒くなったぞ逆に。涼しくなったでしょ。涼しくしてくれたのね今ね。そうそうそう、わざとね。あ、ありがとうございますはい、音響担当はこだまん。そしてですね、今回のカメラレガなんですが、新キャラです。ね、いつも新キャラの方はですね、うん、僕がですね、名前を命名するという、覚えてますね、このルール。覚えてます、覚えてます。私もね、つけてもらったの、うん、そう、はい、ミーポンとかね、いろいろとこうつけてきたんですけど、今回のカメラレガさんにも僕が名前をつけたいと思います。いいですか、これ拒否権ありません、はい、では発表します。今回のカメラレガはスーザンです。はい、スーザンこんにちは、スーザンですだから一言、ちょっとさっき蚊に足を刺されて、ちょっと今痒いなって感じで。あ、スーザンはですね、今痒いそうです。痒いそうです。はい。もうスーザンって呼びますんで、はい、スーザンといえば返事してください。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構すんなり受け入れてくれましたね。いや、もう拒否権ないから。拒否権ないから。これ結構ね、考えられてるからね。うんうんうん、後でなぜスーザンかっていうのは説明しておきます。あ、ご本人。そう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 。ですね、まあ、8月ミーポンもね、はい、さっき、なんか面白い、話をして、私涼しくなったでしょ、ね、涼しくして、うん、してくれたんですけど、はい、まあまあ、8月といえばお盆の季節。そうですね、うん、で家に仏壇がある方なんかはね、うん、手を合わせて、ね、ご先祖様にご挨拶したりとかね、いろいろそういう風な行事もあると思うんですけど、ミーポンの家には、実家には仏壇ってありました？うちね、うん、ないんです。仏壇がない。なぜなら、うん、カトリックだから。あ、そうなんだ。そうです、そうです。そっかそっか、うんうん、じゃあ仏壇に相当するようなものがあったの？あ、ありました、祭壇みたいな。 あるんですよ。なんていうかな、でもそれは全然お盆関係ないんだよね。関係ないですね。だから、スーザンは、スーザンは家に結構大きい仏壇あります、うん、あ、
じゃあ、結構、お盆に限らず毎日手を合わせる。そうですね、おばあちゃんとかが結構。ああ、コダマンチは仏壇はあります？あ、じゃあ、毎日家族で朝。ああ、そうか。あ、でも母方のね、おじいちゃんと家に行くとありましたね。コダマンはなんか、仏壇があるそうで、僕はあるんですけど、あんまりその手を合わすとかっていうような習慣にまではなってなかったんですね、両親はやっぱ手を合わしてましたけどね、で、何の話がしたいかっていうとですね、なんと仏壇が家にある家庭の子供はい、っていうのはですね、その感情、豊かな感情を育むことができるそうなんですよ。そうなの？いつも仏壇に手を合わせている子供とかは、その例えば他人が困っているっていう話をした時に、知らんぷりしないんだって。その、確率というか調査結果があるんだって。そういう12歳から18歳の男女1200人に調査したその調査報告があって、そのいつも仏壇に手を合わせている、時々合わせている、合わせないっていう3グループに分けて調査したところ、人が困っているっていう話を持ちかけた時に乗ってくるんだって、そのいつも手を合わせてる人っていうのは。そんな統計も取ってるんですね。そう、やっぱりこう仏壇に手を合わせるっていうことがね、その感謝の気持ちを増幅させたりとか、あと見えないものに対して畏敬の念を持ったりっていうような点でね、いい影響を及ぼしてるんじゃないかっていうふうに言われてるっていうね。うちは、あんまりちゃんとしてなかったんですけど、コトリックもなんか食事の前に、お祈りとかあるんですよ、だからそういう風に何かに感謝をするとか、毎日やるっていうことが大事なんですかね、神様とか仏様とかご先祖様とかみたいな目に見えないものに対してこう語りかけるとかっていうようなものが、多分そういう情操教育っていうの、教育じゃないんだけど、その子供のその感情の育成にいい影響を与えるっていうことで、だから多分ミーポンとかスーザンとかコダマンチなんかはいい感じに子供たちが育っていってるんだろうね。僕なんかダメなんだよ、だからいやでも別に、だからそういう習慣があればいいってことでしょ。そういう習慣が、毎日空に祈るとか、なんでもいいですよ。だから仏壇じゃなくてもね、でもなんか日本人のその多くは仏壇があれば手を合わせるっていう風な習慣になってるらしいからね、お家にあれば自然とそういう風なものが身につくんじゃないかっていうような、今回ね、8月のお盆の時期っていうことでね、仏壇に手を合わせ、そしてお墓参りに行き、ご先祖様をお迎えして、そして、スキラジなんかを聞きながら納涼気分とかをね、味わってほしいなと思ってこんな話をしました。ミーポンが随分涼しくしてくれたんですけどね。今回はね、そういう風な話もしていきたいなと思ってますんで、楽しみにしてください。それでは皆さん、今回も面白マニアックなスキラジトークに最後までお付き合いくださいませ。戦国ネットスキラジ第60回、ミラノモノいざ出陣じゃ。どっちが高一プレゼン戦国ネットスキラジ。改めましてレボ統治家高一です。改めましてレガミーポンです。はい、リスナーの皆さんからのメールを紹介します。スキラジネームトビズさんからです。統治家さん、ミーポン、こんにちは。こんにちは。秀吉が行った城攻めの中で、備中高松城の水攻めはえぐいですよね。この度の西日本豪雨災害にて実感しています。岡山県倉敷市真備町が特に大規模な水害、まさに備中高松城跡と目と鼻の先。僕が住んでいるのは隣の備後福山で、福山でも浸水被害多数。運よく我が家は坂が多く水のたまらない団地で、豪雨による直接被害はゼロでした。真備町とは
車で1時間程度の距離しか離れていませんし、同じ広島県では死者が100人を超えています。住んでいる場所のわずかな違いでこうも明暗が分かれるとは。この豪雨災害の2週間前、家族で真備の道を通って吉備津神社にアジサイを見に行き、帰り道に西条稲荷神社にも行きました。この道中に備中高松城跡もあります。まさか2週間後に変わり果てた町の映像を見ることになるとは思いもよらず。写真は西条稲荷の大鳥居です。また見に行きたいけど早く復旧することを願うばかりです、ね。7月にね、豪雨がすごい雨降ってって、はい、僕の実家の、山口県の方でもね、ものすごい雨だったっていうのでね、心配してたんですけど、トビズさん、そのやっぱり災害が起こる前と後をね、うんうん、こう両方見てしまうっていうので、うん、ね、ショックも大きいっていうことなんですけどね。西条稲荷って知ってます？いや、トビズさんね、写真送ってくれたんですよ、うん。で、こういう有名なすごい大鳥居が、すごい鳥居が大きい有名な神社なんですけど ね、比較対象で車が走ってます。そうすごい。でこのすぐ近くに豊臣秀吉の水攻めで有名なね、備、はい、うん、中高松城の跡があるんですけど、この辺り一体やっぱりその川が氾濫しやすい地域でね、水のない時と、ね、災害を受けた時の映像を見たっていうことなんですが、西条稲荷ってね、これ鳥居あるでしょ、はいはいはい、鳥居があるんですけど、これ実はお寺なんですよ。稲荷じゃないんですか？うん、富士さんね、西条稲荷神社っていう風に書いてたんですけど、正式にはね、これ日蓮宗のお寺で、妙教寺っていうんですよ。お寺なんですね、実は。神仏集合の寺社で、なんか 鳥居のね、この下のところに、お寺のね、名前が書いてあるでしょ、総本山って書いてある、稲荷総本山、日蓮宗の妙教寺っていうお寺。これ神仏集合の名残ですか？名残というか、普通はね、神と仏って分離されたんだけど、分離されずに残ってる神社なんですよ。珍しいよね。そうで、結構ね、今回の災害でも僕思ったんだけどね、やっぱりね、治水っていうのはね、戦国大名たちもすごく苦労したことなんだよね、川の氾濫とかを ね。で、ミーポンの大好きな武田信玄なんかはね、信玄堤って言って、山梨にあるその釜無川っていう川をどうやって氾濫から守るかっていうので、ものすごい苦労して編み出したのが信玄堤だっていうね。だいたい武田信玄以前のその治水工事っていうのはね、だいたい堤防を作るっていうことぐらいしかやることなかったんですよ、方法が。ところが武田信玄は川の流れを変えたんだよな。そう、でそれ以降江戸時代も結構川の流れを変えることで洪水から守ったっていうような、そういう治水工事がね、結構行われて、現代なんかでもやっぱり治水っていうのはもう課題、いまだに、だから戦国時代の課題がいまだにだから解決できてないんだよね。そうですね。だ今回なんかも相当そのハザードマップとかね、いろんなものをこう出して、警戒はしてたんだろうけど、その予想をはるかに超えるようなね、そうですね、雨が降るってやっぱり異常気象なのかな。私もなんかいろいろハザードマップとか、自治体からもらったりとか見たりしてるけど、まさか自分のとこが本当にこうなるとはってどこかで思ってるから、なんかちょっと人事なところがやっぱちょっと実際にその場面に遭遇しないとね、分からないっていうのはやっぱあるかもね。でもだから今回のことで、本当にそんな意識じゃダメだっていうのを認識しましたね。そうだよね、よくほら氾濫する前の川の映像とかもさ、ニュースとかでよくやってたけど、本当に水がちょろちょろっとしか流れてない川なのに氾濫しちゃったわけでしょ、普段はちょろちょろなのに。水が来る時、なんか
あっという間とか一瞬のうちに濁流がダーってくるのに、うん、本当にあのニュース映像を見てびっくりして、ね、まだ大丈夫だとかって思ってちゃダメなんです ね、そうだよね、うん、だからまあそういうふうああいうのを見てみんなこう骨身に染みて学習していくっていう、うん、まあ、人類っていうのはそうやって進化していくんだなっていうね、はい、まあ早くねあの復旧してそうです、ね、元通りに戻ってくれたらいいなと思うよね、うん、ぜひねこの、うんね、鳥居のあるところにも、ね、そうだね、うん、またぜひ西条稲荷にね、うん、行ってほしいなと思います、うん、はい、続きまして、はい、じゃあミーポン読んでください。そうですね、スキラジーネーム孫子の子孫さんです。こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。スキラジが定期的に配信されるようになって毎月の更新が待ち遠しくなりました。制作大変だと思いますがこの調子で頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。はい、前回のスキラジで北畠顕家が気になったのでミーポンさんが見ているという大河ドラマ太平記を見ました。お、見事に後藤久美子さんが貴公子を演じていらっしゃいましたね、うんうん、スキラジで予備知識を入れていたのでとても人物がよくわかりました。全部は見ていない全部は見ていないのですがややこしい話だなぁというのが率直な感想です。ミンポンさんの感想も聞いてみたいです。それではこれからもお二人の楽しい歴史トークを楽しみにしています。応援しています。はいはい、あのミーポンずっとねしばらくあの太平記っていう ねあの大河ドラマで話してましたけど、はい、どうですその後は。はい、見終わりました。あ、コンプリートしました。やりましたよ。あれ全48話、うんうん、あ、じゃああれ1話だいたい約1時間だから1時間お、じゃあもうトータル40何時間の壮大な大河ドラマを見終わったわけだ。結構ね見出したら止まんないもんですね。いかがでした。いやこのややこしいなっていう感想だっておっしゃってましたけど、うん、あれね50分あるじゃないですか、まあ、うん、大河1年間で、うんうん、もうそれだけでも入りきらないですね。太平記の太平記っていう時代のスケールが大きすぎるのと、ね、うん、ややこしいのとで50本あっても無理かって思うぐらい最後はややこしかったですけど、なんかあどうぞ。まああの、はい、あの孫子の子孫さんは、うん、後藤久美子さんが出てらっしゃる北畠顕家のシーンを主に見たってことでしょ。あ、そうですね、そこ見てくださったんですね。じゃちょっとしかなかったでしょ。もうあ、なかったかな、ね、意外と太平記 の大河ドラマの中では北畠顕家ってそんなに登場シーンが多かった方じゃないんだよね、うん、そうですね、他のキャラに比べると。うん、お父さんの方が目立ってたよな、うんうん、北畠親房の方がね、あの近藤正臣さんの、うんうん、まあこれを北畠顕家つながりでちょっと訂正を言っていいですか僕。え、何かありました。あの前回ね、あの菱門、ほら北畠顕家ってさ、うん、武田菱みたいな、家紋を幕門として使って戦ったよって話したでしょ。で太平記のそのドラマの中でも多分武田菱の旗をはためかせて後藤久美子さん戦ってたと思うんだけど、うんうん、あの菱門について僕前回さ菱餅を図案化したって言ってなかったっけ。お餅、あ、言ってましたね、それ 4等分で、ね、うんうん、あれね菱餅っていう名前なんだけど実は菱形のことなんだって。ん、お餅のことじゃなくて菱餅っていう、お餅は関係なかった。うん、あのお餅っていう字を当ててるんだけど餅の食べる餅のことじゃなくて菱を持つっていうあとも書くのよ。あ、はいはい、で菱餅っていうのは菱形のことなんだって、うん、だからあの菱形を図案化したって意味でお餅を図案化したのじゃないみたい、うん、すいませんでした。そういうことですね。はいはい、あの菱の実で作ったお餅なんですよ菱餅って、うん、食べる餅の方は。であれが菱形になったのは江戸時代なんだって。あ、だから北畠顕家さんとか武田信玄とかの時代には菱餅は別にあの菱形じゃなかったわけ、うん、はいはいはい、はい、ややこしいね、ごめんね。なんかあの菱形を図案化したっていうことで、うんうん、別にお餅を図案化したわけじゃないよと。お餅じゃないよってことですね、はい、うーん、あの北畠顕家がさ、うん、そうやっぱほらあの少年っていうことでね、うん、その東北の武将たちが従ってたっていうね。あ、言ってましたね、うん、子供には心力があるらしいね。ね、
当時はその小さい幼い子供には霊力が備わっているっていう、そういうなんか迷信っていうか信仰があったみたいで、だからちっちゃい子供に大人の武者たちが従ったのはそういう理由だったんだね。そっか、あ、だから後醍醐天皇のあの親王、後醍醐天皇自分の子供たちをいろんなところに派遣するんだけど、みんな子供だったじゃん。子供ですね。子供っていうか本当に幼児だったよね。でもそれが良かったっていう、まあだからみんなが大人には従わないけども、子供はなんかちょっとこう不思議な力を持ってるっていうことでみんな従ったんじゃない。あのほら足利尊氏のさ、子供、はいはい、義明は3歳の時に鎌倉攻めの総大将になってんだもんね。なってたなってた。よくさ3歳の総大将とかってどうなのって思ってたんだけど、やっぱ3歳っていうことに霊力がみんなだから恐れ入ったんじゃない。3歳の子供の持ってる霊力にかけたんだよ、しかも源氏の棟梁だ、源氏の棟梁で3歳の子供が総大将っていうね。北条ね、あ、攻めの時に、北条攻めの時に、鎌倉攻めのね、そういう風なね、やっぱ今の僕たちからはあんまりこう馴染みのないような信仰もあるから、歴史ドラマとかを見る時ってそういうのも知ってみると、あ、そういうことかっていうのが分かるよね。私も今回の大河でそれは初めて知りました。ね、子供に霊力があるっていうのは。だから後藤久美子さんが顕家を演じてらっしゃったのも、あれは霊力って意味もだから表してんだろうね。ああ、そうか。普通の男性がやったらただの少年っぽさがあんまり出ないかもしれないですよね。いやでも難しい時代だなって思ったのは、たとえ源氏の棟梁であっても、滅ぼされる危険性があるし、何が大事かっていかにしてみんなの心をつかむか、自分の方が有利だよって思わせるかっていうのが一番難しいなって、なんかこう戦国時代もさ、ものすごくこう露骨に人間性が出るっていうかさ、恩賞たくさんくれる方につくっていうのがなんか戦国時代っぽいけど、でも割と戦国時代の方が忠義がある気がしました。そうだね、南北朝の武士の方がその辺は露骨かもね。すごいすぐ寝返る。今の時代だってさ、やっぱりさ、二手に分かれてる組織があって、どっち選ぶかって言ったらやっぱギャラ高い方だよな。そうですね。それがもう露骨に、太平記の時代の武士はもうそれが露骨なんだよな。露骨すぎて。なんかのテレビで見たけども、普通は鎌倉の武士っていうのは、手柄を立てた後に恩賞交渉をするらしいんですよ。これだけのことをやったんだからこれだけくれって、はい、でも南北朝の武士は戦う前にまずギャラいくらかを交渉するらしいね。売り合い合わないと、それが成立したら戦いますよ。行かなかった、折り合いつかなかったら反対側に行くんでしょ、もう反対側行くんだろうね。先にギャラ交渉をしてっていう話がね、だから鎌倉武士と南北朝の太平記の武士っていうのはもう全く発想が違うんだね。あ、でもなんかそれが戦国時代の入り口なんだなっていうのは。そうだね、だからバサラの武士ってそういうことなんだよな。まあ確かに48話の中であれだけのストーリーを詰め込むっていうのは後半だからすごく無理があったなっていうか、ちょっとね、巻いてたなっていうね。ちょっと時間が足りなかったなって。でも結構南北朝時代のドラマ自体が少ないから、あれはあれで勉強になったと思う。もう流れをつかむのは良かったですね。誰が一番好きだった、好きなキャラは佐々木道よ。佐々木道よ。陣内さんがやってらっしゃった。陣内貴則さん。最初から最後までね、出てきてバサラ大名だもんね、佐々木道陽はね。あの蘇生術すごいですね。そうだね、蘇生術、なんか蘇生術、ね、あ、蘇生ですね。蘇生してどうすんだよ。蘇生術ね。そう、あの身の処し方がね、やっぱすごいよね。まあバサラの武士って大体あんな感じなんだろうな、やっぱ。そうだね。僕はねやっぱりね、河野諸直とか好きだね。
人間っぽくてすごくそうね、すごいさ後半ね、うん、女たらしなところをね、そう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 ピックアップされてましたけど、河野諸直はだって好きな女性にラブレター書かせるのに、あのつれづれ草の作者の健康奉仕にラブレター書かせたっていう話が残ってるぐらいだからね大筆させたっていう、うんうんうん、そうそう、まあ、女好きの代表みたいな人だよね、河野諸直はね。でも面白かった、面白かったね、キャラクターとしては、はいはいまあ、あのミーポンはあの太平記をコンプリートしたということでね、はい、ようやくミーポンの中で太平記の時代が終わったのかな。よ、まあ逆に、うん、足利幕府あできましたよね、室町幕府、うん、その後義明につながりました、うん、よく三代もう先が気になりました。さらになんか続きを見たくなったというか、うん、あそう、じゃあその先に応仁の乱があって、うん、そして武田信玄が出てきて、ね、この後どれ見たらいいんだろうな、うん、やっぱりあれ花の乱ですかね、次見るとしたら。あ、大河ドラマだったらそうだね、花の乱だね、うん、花の乱もまたねややこしいよ主人公が日野富子でね。でもね、足利義政結構好きだからな、うん、あそう見られるかな、ま、じゃあまた48話スタートするのかな、ミーポンの中で、うんうんうん、ちょっと見てみようかなってだそうですよ。なんかミーポンまた大河ドラマの次のやつを見るそうではいはい、ね、ちょっと太平記の話で盛り上がっちゃったからね、うん、祇園祭りの話したかったんだけどね、いやいや、まあ、これちょっとまた今度ね、メール紹介するということで、メールいただいてました、うん、じゃあね、まあ、こんな感じでね、まあ皆さん感想やら質問やらご意見などどしどしお寄せください。お待ちしております。どちか光一プレゼンス全国ネット好きラジ、今回はですね、はい、テーマをですね、うんうん、不思議の戦国時代奇談怪談好きラジ百物語っていう風にね、題してお送りしたいと思っております。夏にぴったり、まあね、あのいいですね、蒸し暑いね、うんうん、夏の夜っていったら大体花火でしょ、うんうん、スイカ、うんうん、そしてね、まあ、大体昔から怪談話っていう風に相場は決まってると思うんですけど、はい、まあ、戦国ネット好きラジっていうのは一応歴史番組ですから、うんうん、ね、なんかね、メールとかもいただいてましたもんね、うん、そのスキラジらしくね、うんうん、戦国時代の不思議な話をね、うんうん、なんかをまあいろいろ記録とか伝承とかいろいろあるじゃん、はい、そういうのを紐解いてね、まあまあ、百物語って言ってんだけど絶対百も言えるわけないからもう最初から多分みんなも分かってると思うんでまあまあなるべくたくさん紹介していきたいなって。ああ、そうかそう、私たちがまた怖い話するんじゃなくて、うんうん、そう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 、いろんな話を紹介していくっていうスキラジ百物語にしたいなと思ってるんですけど、はい、まあちょっとそれらしいメールをいただいたということで、いただいてましたので、はい、スキラジネームトレードマークはカンカン坊さんです。スキラジの皆さんこんにちは。こんにちは。毎日暑い日が続きますね、うん、史跡巡りの際には熱中しすぎて熱中症にならないように気をつけてくださいね。あ、はい、気をつけます。うまいこと言いますね。まあ、上手だね。上手だ、はい、さて暑い時には怖い話が一番だと思うのですが、僕はカメラレガの石井ちゃんさんと同じく怖い話は好きですけどとても怖がりなチキンですので怖いけれども笑えるような話を聞いてみたいです、うん、トチカさん何かそんな話はありませんか。怖いけれども笑える話怖いけども笑える話オチがってことまあね、そうそう思ったのよ、まあ、今回ほらカメラレガはスーザンに任してるんですけどね、うん、なんでこういう時に石井ちゃんは来ないかってねまあ石井ちゃんちょっとね所用があってね仕事があって来られなかったっていうことなんですけどね、まあなんていうの、配信を聞いて悔しがってほしいねそうです、なんだそこに私行きたかったのって感じでねまあそもそもね、まあなんだろう、怪談話っていうのは、うん、まあ、怖い話だから笑える話っていうのはちょっと矛盾してると思うんだけど、昔話ってさ、うん、結構ちょっとこう不思議な話多いじゃん、日本昔話って。お地蔵様が動いたりとかさ、うんうん、なんだろう、大入道が現れたりとかさ、ね、座敷わらしとかも、ね、座敷わらしもそうだけど、うんうん、ちょっとそういう感じの不思議な話が日本昔話には多いじゃん、はいはい、だから中には笑えるような話も
あるっちゃあるわな。そうね。オチがね。そうね。キツネが出てきた。化けてたとかね。キツネが化けてたとか、そうそうそう、タヌキが化けてたとか、そういう話も、まあ実際、残ってるんですよ。戦国時代に書かれた記録の中でも、これは狐の仕業だろうとかっていう風なオチがついたりとかって、だから日本昔話ってある意味当時のリアルな戦国時代の記録だったりもするっちゃするんだよね。とちかさんがね、何回か前のスキラジでやってた猫股の話、お化けかと思ったら飼い犬だったっていう。あ、そう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 、あのつれずれ草の話でね、猫股っていう化け猫の話があるんだけど、ガバって飛ぶ猫股に襲われたと思ったら実は自分が飼ってた犬だったっていうね。そうそう、まあそういう風なオチ、そういうこと、あの怖いけど笑える話え、何と思ったら最後なんだっていう。そもそも百物語っていうのはさ、今結構テレビとかでも百物語っていう名前がつく番組多いと思うんだけど、ね、やってましたね。百物語が流行ったのって江戸時代の中頃らしいんですよ、流行したのって。なんか博物館でね、あの幽霊が怖いお化けを描いた掛け軸なんかの展示とかって見たことあるんですけど、それをなんか百物語の時にかけてやったっていうの、ろうそく消していって最後消し切ったら怪奇現象が現れるっていうね、もうそういうなんかシステムとかルールも江戸時代の中頃に成立したらしいんですよ。でももともと百物語のその始まりっていうのはなんか平安時代の鳥羽上皇かなんかがお灸を据えてもらってる時に、お灸って熱いじゃん、熱いだから気を紛らわせるために周りの家臣に何か話しろ、何か話しろ、はい次お前、はい次お前って感じでこう順々に物語をさせていったっていうのがなんか始まりらしいよ。あ、じゃあ怪談話ってとは限らなかった、でもまあ怪談話でもよかったんでしょ、何でもいいのよ気が紛れればっていうのが始まりらしいけどね。それでもお灸するのが可愛いで、でね、まあ早速ね、スキラジでもねちょっとまあ不思議な戦国時代の話ということで紹介していきたいんですけど、これまあ旧スキラジの時に一回ねオカルト戦国時代っていうので、あ、やったやったやったと思うけど、なんか覚えてる、その時にこんな話があったっていう。なんかね、呪詛の話とか、なんか冥土あ、なんか木がパーンって破裂して、ああそう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 、あの冥土ね、山とかがこうゴゴゴゴゴっとこう揺れたりとかね、神社の社殿がこううなったりとかっていうね、そうそうそう、そういう風なのって記録に実際載ってって、そういう、まあ、話をしたんですけど、まあそうだね、まあどんどん言っていこうか。これ本当の話か嘘の話かは今回はなしにしよう。それやってたらそれだけで終わっちゃうから、はい、そうですね。こんな話が記録に残ってるよっていうのをどんどん紹介していこうかね。まずね、そうだな。不思議な月。不思議なお月様が出たよっていう記録があって、長禄4年、1460年の元日だよね、1月1日の空にですね、月がね3つ並んで出たっていう記録が残ってるんですよ。3つ月が並んで出たんだって。夜、ま、月元日の空だから多分明け方とかそっち、まあ、その辺、まあ、夜なんだろうね。でもね、3つ並んでたんだって。なんだろうなんだろうって考えちゃいますね。そういう記録が残ってる。あとですね、慶長14年、1609年の3月4日にですね、畿内だから近畿地方だね、近畿地方の空にですね四角い月が現れた。四角い月なるかなんかね、北海道でね四角い太陽っていうのは見られるんだって。実際ですか。実際でもこれたまに見る、そういう四角くなるらしいんです、だけど蜃気楼なんだって。へー。でもこの記録は月だから蜃気楼っていうことじゃないんだよね。雲じゃないの機内の空にだから多分いろんな人が見たんじゃない。四角い月が出現したっていうね。面白いね。見たいよね。あとですね、赤い雪が降った。赤い雪が降った。文明9年
1477年の7月の記録だね、これ。嘘、7月。北国だから、北陸地方とか新潟とか福井とか石川県とかあの辺り一帯に赤い雪が降ったっていう風に記録が残ってる。血しぶきですか。血しぶきが降った血しぶき、いやもう、まあ、まあでも7月だから冷たい雪じゃないのかもね。火山灰とかそういうのかもしれないよな。どうします、山で亡くなった方の血がこう固まってて、土にねそれがバーって巻き上がって、そうそうそう、あ、まあまあそうかもしれないし、わかんないよね、もうそれしか書いてないとね。いずれにしても恐ろしい。うん、雪が降るだけでも多分すごい怪奇現象だと思うんだけど、よりによって赤かったっていうね。あと、まあ、さっきあのなんだっけ、カンカン坊さんが言ってた面白い話、怖いけど面白い笑える話でしょ。毛が降ってきたっていう記録なんですよ。毛って何の毛？慶長元年1596年の記録にですね、京都など諸国で長さが 4,5 寸の黒髪が降ってきたらしいんですね。 4,5 寸だから 3センチって考えたら、まあ、10センチぐらいの黒髪が降ってきたよって、ね、結構長いな。ねえ、なんかファフロツキーズ現象って言って、最近でもなんかオタマジャクシがね降ってきたっていうニュースとかあったでしょ。え、それなんで降るんですか。いや、いろいろ説があるんだよね。オタマジャクシは、まあ、鳥が食われてるのが落ちたとか竜巻だとか、いろんな言われてんだけど、そういう雨以外の、え、なんでこんなものが降ってくるのっていう現象をファフロツキーズ現象って言うんだって。だから多分この髪の毛が降ってきたっていうのも、まあそれに相当するのかな。どこの何が巻き上げられたのか気になる。でも実際ね、これは怪奇現象、当時の人はそうだと思ってたんだろうけど、実際ペレーの毛っていうね、現象があるんだって、自然現象で。ペレーの毛って言って、火山の溶岩とかが吹き上がった時に伸びて、その伸びたのが糸みたいになって冷えて固まって空中を舞ってる。へ、それがこう風に乗ってこうなんていうのかな、こう髪の毛みたいに絡まって降ってくるっていう現象があるらしいんだけど、それは大概ね金髪なんですよ。その火山からできたやつ。そう、金色っていうか黄色い色してんのよね。だから外国の人からするとペレーの毛って言って、なんかそういう女神様の毛じゃないかという伝承とかあるんだけど、この慶長元年の記録は黒髪って言ってんだよな。だから黒髪だったらペレーの毛じゃないんじゃないのかなとは思うんだよね。じゃあ何なのっていう話だよね。まあちょっと笑えるでしょ、怖いけど。いやもう怖いですよ。毛が舞ってきたらめっちゃ怖いですね。でさらに笑えるのがね、今の毛でしょ、多分頭髪だと思うんだけど、慶長14年1609年の記録にはですね、陰毛が流れ着いたっていう記録があるんですよ。それすごい量すごいんだろうな。でも実写で想像したら怖いよね。陰毛が流れ着くんだよ。で何が怖いかっていうとね、何が怖いかっていうとね、これ神津の国だから群馬県の神楽郡っていうところに流れてる神楽川って有名な川があるんですよ。神楽川にその洪水の時にね、その水かさ増してるでしょ。でその時に板の、当時の橋だから板の橋があって、その橋に毛が流れ着いて絡まってたんだって。で何がすごいかっていうと、その毛をねこう拾い上げてっていうか、なんかすくい上げてみるとね、長さが33キロって書いてあるんですよ、記録では。で33キロっていうのは約50メートル以上なんですよ。50メートル以上の陰毛だって言ってるの。でなぜそれが陰毛かっていうとですね、その流れ着いた毛をその地元で有名、当時有名だった占い師さんに占ってもらったんだって。これ何ですかって。そうするとその占い師さんは、その毛はその同じ村にあるその野栗権現っていうその神社があるんですよ。そこの神様の陰毛だっていう風に言ったんだって。だからもう50メートルもあると、もうペレーの毛じゃないんですよ。すごい、ものすごい長いんだよな。あ、
そうなんですかね、こう、こう縮れているの、まあ、陰謀だからそうだろうね、多分縮れてんだろうなですかね、その50メートル、多分今これを聞いてる人がね、みんな想像してる、みんな想像してる、あのチリチリの毛が50メートルってすごくね、しかも束になってるっていうね、すごいありえないでしょ。だある意味怖いんですよ。いや笑えるけども怖い。ちょっとね、いたずらもできないよそれ。何いたずらって。あ、なんか違う違う、そのいた誰かが、いたずらでね。いたずらでね。そうだね。やろうとしてもそれはちょっと無理だな。50メートルだからね。うん、だからまあ確かにすごい現象だったから記録に残ってんだろうね。ツヤがあったらしい、ちょっと。なんかこれもね、なんかあのヤマンバの髪の毛っていう現象があって、なんかそのキノコとかの菌類が菌糸ってあるじゃん、菌糸をこう這わせる時にあのわーっとこう地面に長い毛みたいなものがあの落ちているように見えることがあるんだって。ただ50メートルでしかも流れ着いてきてるからキノコの菌糸っていうことはないんじゃないかなっていうね。まあいろんなこう科学的に解明しようと思っても難しい現象だよね。面白い。面白い。こういうのが戦国時代の記録にあるんだよね。なんか、なんか昔だからいい気がします。あ、そうだね。今だったらすぐに科学分析しそうですね。まあね。あとまあ似たような感じで水が血の色に染まったっていうね。文明3年1471年の4月16日に、午前10時頃、時間まで諏訪神社ってあるよね、諏訪に、諏訪大社の上社の境内に蓮池っていう池があるんですけど、聖なる池、その聖なる池がからその濃い血が流れ出たらしいんですよ。だ血の色になったっていうよりも血が流れてきたんだって。で水と混じってで真っ赤になっていったと。でその地元の人が、その血の部分を手ですくってみると、まあなんだ、こごってって記録に書いてんだよね。だから要は塊みたいにちょっとなってて、で洗ってもなかなか落ちなかったんだって。でちょっとあぶくがあったらしい、ブクブクブクって。でだいたい2メートルぐらい流れ出たらしいよね、池に。あ、そんなに。でこれもね、諏訪神社だから、そのこれ守谷光実書留っていう記録に実際載ってるんだ、載ってる話なんだけど、そのまあ神社っていうことでいろいろと占ってもらうなり、ご神託なのか何かっていうのをね見てもらったところ、そのムクリって言って当時のモンゴルとか、あっちの方から日本に攻めてきたと。モンゴル軍が日本に攻めてきた。それを諏訪の神様と住吉の神様と八幡の神様が戦って撃退した時に神様が流した血だっていう風に、そういうなんかお答えが出たらしい。いや、戦の傷だ。戦の傷だった。だからこれ諏訪神社でしょ、だから諏訪の神様が日本に攻めてきた蒙古軍を撃退した時に流された血だっていう風に。わ、それがね、だからその記録に残ってんだよね、諏訪神社の。尊いものですね。まあ、尊い、そうだね、守ってくれたっていうね。でも当時の人が見たらびっくりするよね。いや、びっくりするし、それよく手で すくったな。なんだろうと思ってみたら、もうなんか塊みたいな、ドロッとしてたんだろうね。同じような話で、長禄元年の5月10日に奈良県に興福寺があって、興福寺の前って猿沢の池っていう有名な池があるんですよ。その池が血の色になったよとか。で文明11年の10月4日の記録にも、その大乗院寺社増事記っていう有名な記録があるんですよ。お寺さんが書いた記録、まあ、日記みたいな、それにその猿沢の池の水がひっくり返って色が変わったっていう風に書かれてる。ひっくり返るどういうことなんだろうね、ちょっと分かんないんだけど、色が変わったらしい。で明応2年にも
その猿沢の池が赤くなった、北の鮭日記っていうお坊さんが書いた日記に書いてて、未明に地震が起こったらしくて、で興福寺の南円堂っていう建物があって、そこのご本尊の被ってる冠が落下したと。それと同時に猿沢の池が赤くなったっていう、そういう怪奇現象の記録があるよ。今も猿沢の池ありますね。あるよね、あの猿沢の池の七不思議で、あの色は変わらないっていう、水の色が変わらないっていうのが七不思議の一つなんだけど、あ、そうなんですか。1960年ぐらい、50年代かな、戦後すぐの頃に真っ赤になったって当時のニュースになったらしいよ。じゃあな、写真かなんか残ってるんですか。どうなんだろうね。なんか最近も赤くなったらしいっていうね。まあみんなびっくりするよね。そうならないって言われてるのが真っ赤になったわけだから。プランクトン。まあそうなんじゃないかなと思うんだけどね。でもそういう存在を知らない人が見たら血の色に見えるよね。あとさっきミーポンが言ってたあの冥道するっていう記録もね、結構あってね。あの諏訪神社、さっき言った諏訪神社なんかも天文9年の夜の10時ぐらいにそのお宮さんが3度冥道したって、ゴゴ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 ゴって地震じゃなくて建物がこう揺れたっていうね。あと同じその諏訪神社にある立石っていう有名な石があるんですよ。この立ってる石、あの巨石が、その巨石がうなったらしいよ、天文10年に。うなるっていうのは多分そのゴーっていう地鳴りみたいな音がするんじゃない。それであの諏訪頼重さんっていうその領主さんがびっくりして、あの神明っていう白い馬いるよね、馬を奉納したって。でも結局その翌年に武田信玄が諏訪に侵入してきて、その諏訪頼重さんって自刃してんですよ。だから諏訪家が滅びる予言だったんじゃないかっていう。冥道、その諏訪家が滅びる2年ぐらい前にはそういう冥道をしたり、ね、立石がうなったりっていうことがあったから、そうなんじゃないかって噂されたっていう予言だったんじゃないか。ねえ、なんか対策してたら変わったのかな。ね、でも ね、その御神託とかってさ、はっきり言ってくんないから分かんないよね。後から言われてもさ、ねえ、遅いよって、その時にこうだってはっきり言って、みたいな。鳴るとか揺れる系怖いですね。そうだね。仏像から血が出たっていう話とかね、もうあるんですよ。香川県に今あの88箇所巡りで有名な元山寺っていうお寺があって、そのお寺は戦国時代は長福寺っていう別の名前だったんですよ。でその時の話で立ち受けの弥陀っていう有名な仏像があるんだって、阿弥陀如来像が。でその阿弥陀如来像はその長宗我部軍が攻めてきた時にそのお寺を本陣にしようとしたんだって、陣を構えようとしたと。それをその当時の住職さんがお寺は摂政禁断の地だっていうことで拒絶したのよ。そしたらその兵士たちが切り捨てちゃったと、住職さんを切っちゃった、一刀のもとに切り捨てられた。ところが住職さんは傷一つなくて、で代わりにその本堂の厨子が開いてて、阿弥陀如来さんの、右の肘から血が出てた。でそれを見たその長宗我部軍の兵士たちがもうびっくりしちゃってします退却したって、っていうその立ち受けの弥陀っていう伝説のあるその仏像があるよ。仏像から血が出るとかって時々なんかあのキリスト像が涙を流すとかさ、ありますよね、話よくあの、ムーみたいな雑誌に載ってるよな。それに相当するのかな、その木造の木でできた仏像から血が出るとかっていうのはね、涙を流すとかと同じような現象なのかもしれないよな。今もあるんですか。今もあるみたいだよ。立ち受けの弥陀っていうね、本尊の脇にある、阿弥陀如来像なんだって。あとさ、何回か前のスキラジでさ、
家忠日記やった時にさ、はい、人魚が出てきたっていう話あったよな。あったミーポン人魚描いたでしょ。描きましたね。あれも家忠さんがその聞いた話を書き留めてる話だから、まあ安土に天正9年の1月20日に体長が 1.8 メートルの人魚が安土に現れたっていうことだよね。あれね、ちゃんとイラストも描いてる。殿公子って泣いたっていうね、人魚ですよ。だから人魚出現の記録も、大分県にも海に人魚が出現したっていう記録が天文19年のなんか現れたらしくてね、ね、人魚のミイラとかってよくまあね、ありますけどね。なんか江戸時代に作られたあれはなんかいろいろ合体させたものらしいけどね、見せ物みたいな感じで。まあでも多分家忠さんの記録に残ってるのは喋ってるわけだから、生きてる人魚ってことでしょ。だから見た人がいるってことですもんね。そうだよね。家忠さん自身も伝聞だからね。あとほら本能寺の変の前の日にね、明智軍が攻めてくることを知らせたっていう有名な香炉がね、三つ足のね、スキラジでもよくあの文鎮置いてるけどね、あの香炉なんかも、泣き出したっていう異変を知らせたっていう不思議な伝説のあるやつだよね。陰謀のインパクトが強い。陰謀今日忘れられないですね。あとやっぱりほら仏像にまつわるものだとさ、善光寺如来のたたりで秀吉が死んだっていうね、 あるある、ね、善光寺如来を動かすと良くないことが、善光寺さんのご本尊をね、秀吉が自分の元に宝光寺の大仏の代わりに持ってきちゃった、でそれは本当は動かしちゃいけないっていう仏像なんだけど、それを持ってきちゃったせいで秀吉は夢枕に善光寺如来が立ったらしくて、7日7晩現れちゃってうなされて元のところに戻りたいって言ったらしいのよ。それで、ね、秀吉はびっくりしちゃって、お姉さんがね、奥さんが、はいはい、北の万所さんが、戻したと、でも結局戻した翌日に秀吉は亡くなったっていうね。これはもう善光寺如来のたたりだっていう風に言われたっていうね、話とかね。あれ、なんか甲府の方に持ってきて、それもなんか良くなかったんじゃなかったかな。そう、なんか、ね、そういう本尊みたいなものをね、勝手にね、動かしちゃいけないんだよな。まあ、そういう戒めも入ってんのかもしれないね。あと家康の前に現れた肉人の話って、前したよね。駿府城の中に得体の知れないなんか肉の塊みたいなものが現れて、それを切り捨てようとしたら家康が、おい、こんな不思議なものなんだから逃がしてやれって言って逃がしたんだけど、後からあの肉を食べたらね、すごい武勇力が増すのにっていう風に言われたっていう ね、 ね、徳川実記に載ってるんだもんね、この話。勝手になんかミシュランガイドのマスコットみたいなのをイメージしてるんですけど、ね、肉人って言われたね。まあ戦国時代に残ってる怖い話って大概こういう感じの話なんですよね。なんか自然現象で不思議なものが起こったか、妖怪みたいなものが現れたかっていう感じで、今僕らがよくなんだろう、怪談話でするようなあんまり幽霊とかそういうものじゃないんだよね。そうですね。ね、人魚はまあちょっと同じ部類に入るかもしれないけど、あの時代の戦国時代とか江戸時代の初めぐらいの幽霊っていうのは、みんなね、目の前に現れるんじゃなくて夢に現れるんだよな。夢の中にこう現れて、夢の中でなんかこういろいろ苦しめたりする、たたりってそういうものだ。ね、じゃあなんかほら、私たちよく、なんかの気配を感じたとか、あるじゃないですか、一人で家に夜いると、なんか今寒気したとか、そういうのないんですかね。どうだね、まあ、あったかもしれないけど、記録にはあんまり残してないのかもね。なんか見ないんですかね、幽霊とかね、なんか戦とかでね、どうなんだろうね。落ち武者とか
落ち武者の霊とかありそうだけど ね、うん、だいたいお城とかってさ、うん、お城にある幽霊の話とかあと人柱の話とか、ね、今すごいあるじゃないですかお城、だいたい江戸時代に作られた話なんだよね、うん、しかもだいたいその人柱の話とか、うん、その幽霊の出るしあの城の話っていうのはその家が滅びた家なのよ、うんうんうん、滅びた家につきものの話で現在進行形の大名の家にはあんまりないのようん、うんうん、あそうかそうか、前なんかあの伊予松山城の話した時に、うん、二の丸に実はまな板石っていうね呪われた石があるんですよ、でそれも蒲生家にまつわる話で蒲生家って滅びてんだよな、うんうんうん、だ滅びちゃった人にまつわる幽霊団なのよな、そうか、ほら妖刀村正とか、あなんかこう徳川家の徳川家にあだなす刀っていうな、そうそう、うーん、あれもでも家康がその刀で触ろうとしたら切れちゃったとかって話でしょ、うん、事故じゃんそれ刀何でもやっぱりそれに、ま、結びつけちゃうとねそうなっちゃうけど ね、 ね信康ほら、うん、あの解釈する時のね刀もそうだとかって、でもなんかねあの例えば松永久秀っていう人いるじゃん、うん、あの東大寺の大仏を焼いちゃった人、はいはいはい、でその東大寺の大仏殿が炎上したのっていうのは永禄10年の10月10日なんですよ、へーで松永久秀ってまああの市議さんっていう城でね、うん、信長軍に攻められてあの平蜘蛛の茶釜を抱いて爆死したっていう人なんですけど、その人が亡くなったのは1577年の10月10日、今日はちょうど10年後だったっていうね、だから大仏とか春日明神とかのたたりだっていう風に当時の人は噂したらしいね、うん、10月10日の同じ時刻に亡くなったとか爆死したっていうね、そういう偶然の一致っていうか、まあ、偶然かどうか分かんないけども、ね、そういう数字的な一致っていうオカルト話もあるよ、うんうん、そう、なんか太平記の話に戻るんですけどね、うん、あの河野諸直をあのなんて帰り討ちじゃないけど殺されちゃうじゃないですか、うんうん、その日にちの1年後に忠義が亡くなってるんですよね、うんうん、あ同じ日にね、同じ日にね、でもなんかあるのかなってちょっと思ってるんですそうだね、まあその忠義の場合は、うん、自分で死んでるからもしかして合わす、うん、その日に合わすこともできるからね、同じ日に死のうとか同じ日に切腹させようっていう風にまあ意図することもできるじゃん、あ、忠義、うん、切腹でしたっけ、まあ、毒殺とかいろいろ言われてるけどね、病死とかね、うん、まあ亡くなった日とかそういう日付に関しては、まあ探せばいっぱいあるんじゃない、同じ日だとかちょうど何年後だとかさ、まあ、今回さいろいろとまあ、100も言ってないけど結構日付違いでいろんな怪奇談みたいな話をしたんですけど、記録って残ってるんですね、うん、印象に強かったのは何ですか印象に強かったのはごめんなさいもう陰謀しかスーザンはどうですか、印象に強かったあの怪奇談、スーザンも陰謀のちょっとインパクトが強いてやっぱねこう陰謀でもあそうそう、じゃあ、この陰謀の話の続きがあってね実はこの陰謀は、うん、この神社の、うん、宝物になったらしいよ、ちゃんとそのほらさっき言った権現様の陰謀だということで、はい、やっぱ聖なる陰謀なんですよちょっとキューティクルもあるねそう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 ということで神社ではきちっと箱に収めてお祭りしたっていう、ご神体になってるっていうオチがついてます、この陰謀にはまあね、いろいろとね、探したらね、面白い話というか怖い話というか、不思議な話だね、どっちかっていうと、うんうん、っていうのはいっぱいあるんでね、また来年の8月にまたこういう話をしてもいいよね、うんうん、オカルトのね、まあ結構ほら今回カンカン坊さんが言ったみたいに、うんうん、すっげえ怖いっていうよりは笑える話だったでしょ、笑えた笑えた、うん、いやでもご期待に沿うようにね、そういう話を中心に探してきたんですよ、だからカンカン坊さんチキンだって言ってたけど、うん、そんな怖くなかったと思うよ、うん、石井ちゃんが聞いたらおそらくね、なん全然怖くねえ
怒られちゃうかもしれないけどね。まあ、こういうふうな不思議なことっていうのも戦国時代の記録にはいっぱいあるから、まあ、あの機会があればいろんなあの日記とか本とかを読んでみると、あ、なんだ赤い雪が降ってるとか、あ、毛が降ってきてるとかさ、月が3つ出たんだとかっていうね、こう思いながら読むと面白いな。ね満足してくれました。面白かったです、ね、まあ涼しくなったかどうか分かんないけども、まあこういうふうな不思議なね戦国時代の記録っていうのを今回ね、100は紹介できませんでしたが、いくつかたくさん、まあたくさんかな、紹介してみました。また次回というか来年あたりにオカルトやりたいと思いますんで、それまでちゃんと僕仕入れておきます。頑張ります。お願いいたします。以上、不思議の戦国時代奇談怪談スキラジー百物語をご紹介いたしました。戦国ネットスキラジー第60回、そろそろエンディングの時間となりました。まあね、もっとこうおどろおどろしい感を演出しようかなとかって思ったんだけど無理だったね。そういう内容の話じゃなかったからね。ちょっと面白かったですからね。面白かったね。いつもの好きラジになっちゃったね。まあまあ、楽しんでもらえたということで、まあそういうことにしておきましょう。はい。好きラジではですね、皆さんからのメールを募集しております。番組の感想や応援メッセージをはじめ、ご質問やお悩みなど何でも OK です。ご覧の宛先までどしどしお送りください。過去回の再配信リクエストも受付中です。聞き逃した回やもう一度聞きたい回などございましたら、ぜひメールにてリクエストください。スキラジは第50回より YouTube 配信を開始いたしました。チャンネル登録や動画共有など番組存続や知名度アップへのご協力よろしくお願いいたします。さらにスキラジ公式 Twitter では可愛いマスコットキャラスキラジローがいろいろつぶやいていますので、こちらもどうぞフォローよろしくお願いいたします。皆さんからの応援あっての番組です。熱いスキモノ魂お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。戦国ネットスキラジ、お相手は歴史好きボーイ声優のレボ遠近光一と歴史好きガールデガのミポンでした。皆の者、こたびはこれにて陣払い。さらばじゃー。